時代はありましたからね。そうね、アメリカのマジキャッスルに初めて舞台立った時はすっごい気持ちよかったっていうのを覚えてます。初めて僕の演技が照明、ちゃんとした照明に合わせて、ちゃんとした音楽、そして初めてライブのオーディエンスが僕を見に来てくれてる人たちが劇場に座って、そして幕が開いて、そしてもちろんまだね、そんなにうまくない頃だったんですけど、僕のが緊張してるのはお客さん見抜いてくれて、すっごい拍手してくれたんです。すごい応援してくれたんです。サポートがもう100点以上に、満点にサポートしてくれて、僕の今でも喜びは仕事だからやってるんではなく、お金で買えないことがその人の感動と喜びですね。なるほどね。やっぱり初めて、すごい大きい劇場でパフォーマンスを披露したんですね。コンテストがありまして、マジック界の集まりで、マジック界の集まりは大体少なくとも400人から1000人ぐらいだったので、して、マジックキャッスルもすごいんですけど、やっぱり300人ぐらいしか見れない。そこから一番初めて500人とか1000人ぐらいのクラスに突然マジックを披露したんですけど、それ普通の人だけではなく皆さんマジシャンだったからすごい緊張してしまいましたね、舞台のコンテストの前に。で、やっぱり僕のやってるマジックを見せてみんなが拍手した、その同じ感動なんですけど、マジシャンから拍手されるのはもう涙が出そうぐらいに喜んでしまいました。僕、受けられた気分でいましたから。きっかけありました。やっぱり初めてインターナショナルのコンベンション、インターナショナルの集まるマジック界のイベントに行った時には、世界からのマジシャンレベルを僕見てしまいました。ドイツで行われたんですけど、ドイツまで貯めたお金を、一生懸命貯めたお金でドイツのコンベンション見に行ったんですよ。そしたらもうまだまだ僕は習わなくちゃいけないことはいっぱいあるなと思って、そこから世界中を回っていろんなマジシャンとかいろんな人たちから、まだ学ぶことはいっぱいあると思いました。最初のコンテストとかコンベンションはやっぱりローカルだったので、徐々にローカルから優勝して、次はナショナルっつってアメリカ全国の集まりのイベントから今度はインターナショナルに行ったんです。インターナショナルで同じように受けられて、すごい気持ちが良かったです。インターナショナルの、さっきのインターナショナルのコンテストでドイツでハンカチをこう割った後に丸めて後ろのポケットに入れたんですよ。で、その時の僕の衣装って演技服だったので、テールのコートですね。テールって真ん中で割れてるんですよね。で、こうやって腕を上げたら、こう後ろからハンカチがポロって出てきて、ここにウサギの尻尾のように見えて、ずっと演技をそのまま続けて、みんなが笑ってるんですけど、何笑ってるのか僕すっきり分かんなかったんです。難点、それは僕のマジックのテクニックとかそういうものに関してですか？やっぱり自信を持つことだから100点満点ですなるほどね。ね。 そうですね、それも100点にしましょう。じゃあ。すいません、変えます、110点。こうしてマジシャンとして歩み始めたセロ。そして彼は奇跡のマジシャンと呼ばれるようになる。セローズインタビュー、To be continued。それでは皆さんにもう一つ
特別のマジックをお見せします。まずはこれです。これは僕の名前が入った指輪なんですけど、プレミアのバージョンの DVD 買ってくれた人にはこの指輪をプレゼントしました。これからこれを用意してください。この指輪ない方は普通にある指輪を一つ用意してください。もう一つ必要です。それはどこにでもあるこの輪ゴムです。この輪ゴムをまず切っていただきます。切っていただきますとこういう感じになります。どこにでもありますね。では皆さん同じようにしてください。指輪をまず通します。輪ゴムの端っこと端っこをまず持ちます。手をちょっと上げると指輪が下がっていきます。ではここからマジック。指輪をちょっと見つめるだけです。皆さん指輪が上がっていくの分かりました？もうちょっと見つめましょう。皆さんもできましたでしょうか？それでは皆さん、このマジック皆さんにできるようにこれから教えします。よろしいですか？指輪と輪ゴム用意しましたね。ではまず一番最初にはこの輪ゴム、こうやって持ちます。もちろん輪ゴムをこうやって持つと非常に入れにくいので、自然体勢はこういう持ち方です。ただしここの部分が見えないように軽く握ってください。こういう状態になります。ちょっとしか出ません。次、指輪を輪ゴムに通します。で、輪ゴムの端っこと端っこを持ち替えます。もう皆さんマジックが起きました。わかりましたでしょうか？どこでマジックが起きたか。ここです。見えてますか？これ実は僕、端っこと端っこを持ちますと言いましたがセリフで、実は全然持っていません。これだけです。さっきここで持っていた位置と反対側の位置を伸ばしただけです。この距離しか持っておりません。もう皆さん分かりましたね。では念のためにもう一度頭から説明をします。この状態で軽く隠して指輪を下げていきます。ここでここのつまんでる場所を軽く緩めていきます。そうすると指輪が自然と上がっていきます。そうです、ここの端にはみ出てた分がここの距離の分を上がってきました。皆さん笑ってますね。こんな簡単なことだったのかと。忘れないでください。この前に見せた感動の気持ち忘れないでください。これから皆さんがその同じの感動をそれぞれ友達に与えますので、その意識をしながら皆さんに見せてください。 Oh, and also 忘れないで、必ず練習をしてください。頑張ってくださいね。